消えた、これはわかんねえ。さあ設定したわ。あ、来た。さすがにきついと思う、多分。角に、角にに行きます。めちゃくちゃ立ち上がりいいっすね。勝ったのは1台だけかな。ただこの当たり方はね、結構全の可能性もある。今日はまっすぐ行って祭り5番台の花々を取りたい。やっと当たりました。205ゲーム7000円。どうだ？あ、はい。おそらくここで当たったと思います。8台中6台が朝のゾーンで当たり。239ゲーム当たりですね。投資は6000。58%。あ、58%？はい、頭で行きましたね。ということで、投資6000円。お、上か？あ、上くせえな。引きで行ったか。ちょっとわかんねえな、これ。50、外れで50。これは多分上位な感じがしますね。あ、これ熱い。あ、残念。107。あ、惜しい。107スタート。これはね、引き継がねえんじゃねえかな。どうしようかな、まあ、とりあえず紹介しちゃいますか。朝結構でかいアドバンテージが少なくとも得られましたね。まあ引き継いだら万々歳ですね。引き継がなくても全然、あの200で当たって、あの上位が出てくる、200前半で当たって上位が出てきて引き継がないのは特にあのそこまでのマイナス要素ではないので、弱い AT が出てきて引き継がないのはかなりマイナス要素です。一発目有利感、一発目で200で当たって弱 AT が出てきて引き継がないのはマイナス要素だけど、強い AT が出てきて引き継がないのは特にあの問題なし、むしろ一番増えるパターン。この島の様子も考慮すると、おそらく引き継いでリゼロ全まで見えるんじゃねえか。で、このゲームでどうなるかお注目ですね。消えた、これは分かんねえ。消えちゃいましたね。107ゲーム774枚で、消えです。あ、残念。資産ねえかな。資産はなしですね。続行します。すげえ中途半端っすね。もしかしたらこれマイナスっていう可能性もあるけど、やっぱおねだりで50取ってるから枚数は取れてないですけど、上でやれなかったんじゃないかなって感じはしますね。非常に中途半端なパターン。多分俺の右引き継いでたと思うんだけどな、ちょっと曖昧だな。
隣の人に聞けばいいんじゃないですか。いや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 。わかります。気づきましたつって。やっぱあのね、割とねそういうのあんましないからね。あの聞かないですか。聞かないね。聞かれることはあったら答えるけど、それで話しかけることはほぼないかな。俺はね、まあ話しかけるのもいいとは思うんだけどね。まあ俺も絶対話しかけないですけど、ね。はい、N。まあでも宣言通り続行はします。今のビッグで3回スイカが落ちたんで3の4。え、めっちゃ強いじゃん。ビッグ3のスイカ4かな。それも俺はもうじゃあ手術お願いしますって俺はなっちゃうね。いやいやいや、マジで花々なんて分かんないですよ。マジで分かんないよね。はい、期待しちゃうと、うん、裏切られて、うん、いることも何回も経験してきたから、ね、もう基本的には期待しないようにはしてるんですよね。まあやっぱね、そのこうオカルトとかガチとかそういうの関係なしで、はい、俺はもう花々は生き物だと思ってるから完全にね、うん、まあ、これはもうそのどうこうはなしでね。あ、はいはい、まあ、設定闇の中ですよね。設定は闇だわマジ でも、ね、だからやっぱ面白いっていうか、だから差がつくし、まあそうですね、うん、まあ、通ってる店だったら偶数奇数寄りでだいぶ分かるんですけどね。そうだね、はい、奇数がメインなところで偶数寄りなのか、偶数寄りのメインのホールで奇数寄りなのかっていうのがめちゃめちゃ大事だと思うんですけど、まず我々はそこからだよね、この店の、はい、前結局やっぱりバラエティの島に俺が1日いた限りでは、はい、まあ、やっぱり一番下は1なのかなっていう感じはあったからね。やっぱ2以上そこそこ暑いのかなっていう部分もあったから、まあ、あれですよね、都内と違うから。そう、都内とね、うん、基本的には違うんで、地域が千葉がね。そうです、はい、そういう風に、まあ、店の配分を加味しつつ設定推測するっていうのがやっぱり一番大事だから、まあ、内容ももちろん大切だけど、まあ、店が何入れてるのかっていうのが一番重要ですね。そう、鼻鼻打ってて面白いのが、設定3以上とか確定した状況でめちゃめちゃ負けるのが好き。あ、それはただの M だね、はい、その普段絶対捨ててるやんっていうのを味わえてる感じが好きです。挙動がこんなのもあるんだっていう風になるよね。そうです、うん、まあ、そうすると次の日じゃ打ってそう捨てられなくなるんだけど、でもなんか一つの経験としてね味わっといた方がいいですよ。なんか結局出たら6、出なかったら1位みたいなのを自分の中で覆すのが好き。あ、出たら6、出なかったら1位みたいなのを自分の中で覆すのが好きで、狙い台座って自信持って回して、朝立ち上がり悪くて内容も悪くていやきついわって言ってけど、あの確定した時も辛かったしって思って、あと1000ゲームぐらい粘るかって言って、うん、そこから高設定みたいな動きをしたときに、うん、ガチで快感、うん、いや花々は本当粘って粘って、はい、もう打ち切ったとき快感だよね。そうですね、うん、出玉はともかく、はい、最後まで添い遂げたときやっぱり嬉しいね。基本的にはでもそうやって自信持って打てるときに打ちたい棋士ですけどね。そうだね、はい、しかも今の6号機の時代の中に花々があってしまうと、うん、6号機は正直、まあ、分かりやすい機種のが多いけど、ぬるいよ。そう、でも花々は分からないってなるって、うん、そうすると3000ゲーム回して分からない機種と、うん、3000ゲーム回せば大体高設定が確定してる機種みたいなの差で、うん、ペイアウトがそんなに変わらないってなると、うん、花々をみんな打たなくなる理由も分かる。そうだね、その通りだね。し、まあ、勝つには、うん、打たない方が多分いい、うんうん、
だね、その辺がねやっぱその店の設定の入れ方も難しいよ ね, ね。そうですね、やっぱ俺たちを闇に沈めることができる機種だから花っていうのはね。結局6号機、まあ自分らの立場が言うのはあれだと思うんですけど、うん、6号機は絶対サラリーマンが夕方から積もれないけど、花花ジャグラーだったら、いやもう全然チャンスあるよね。高設定で回数つかなくて捨ててくれた台を夕方ポンって座って高設定みたいなことがありえると思うんで、うん、それを考えるとどっちがいいのか分かんないですね、うん、銀太郎先生調子どうですか。今300ハマってます。まあ特に何もなしってことですね、はい。900ゲームでビッグ3のレギュラー2です、うん、でスイカ4と。そうです。でレギュラー中のあのサイドランプが黄色と赤、はい、もうただの花々ですね、はい、はい、もう花々打ってしまったからの宿命なんですけどね、うん、こうなるのが、うん。左の台がですね、朝一200で当たってその後もう1回200で当たって、両方ラッシュを通してて、2回目のラッシュで、456枚が出てます。なので、左肩は仕事確定で、あとは何台ぐらい高設定があるか、あと1台までは全然ありっすね。あと2台ぐらい出てきたら全もやっぱ意識しなきゃダメっていう感じです。末尾5がの台が今 AT が終わって、引き継いでますね。あの200で当たって AT みたいなのが4つ続くっていうのは、まあなんかいわゆる SSR 区間みたいな感じで、あのコンビニでレアカークとか引いても行っちゃうんですけど、あんまり増やせないけど雑に無理やりつないでくっていうのは高設定の方が起こりやすいんで、で AT も入りつつですね、そのあんまりおこんなとこで引き継ぐんだみたいな挙動っていうのは上で起こりやすいんで、それが起こってる感じがしますね。末尾5は、あ当たりそう、当たんの300前半だ、まあまあ、俺およどうだなんか、いやあやっぱ当たったな、入れちゃうか。でも A だと思うんで、ユリカの頭なんだね。珍しいですね、300で前半で当たるのは結構普通に1日打ってでもあんまりないぐらいです。はい、で336ゲーム白ゲー攻略戦ですね。追加投手はもちろんなしです。はい、ということで、はい、3戦目負けです。で、引き継ぎですね。200前半と300前半で当たった場合は A なんで、次引き継いだ場合も700ハマる可能性があります。最新部まで追加投手はなし、233ゲームで白ゲーですね。割と早かったです、300で当たった後の引き継ぎ で、アイコンは残念ながらリゼロポイントは990だったんでアイコンの獲得なし。残念ながらまあ仕方ないでしょう。これは、はい、また白で普通の画面ですね。白というか、はい、ロズワルテで、ユリカン消灯しました。さあ設定したわ、あ来た、246円です。246円ですね、ということでまあでしょうねっていう感じです。なんか6には弱いかなって感じですね。2か4か、あ分かんないですけど、とりあえずアシサが出ました。あのやっぱ246でリゼロって打ち手を引っ張ることができるんで、リゼロで1使ってる店は結構珍しいですね。むしろ
まあ、最近3と5を使ってる店、特に5を使ってる店がめちゃくちゃ増えてきたんですけど、一番下は2って考えて問題ないかなと。よし、やめよう。あ、やめんの？はい、363やめ、1524で4の2。ほう、さすがに無理です。次は？次は散歩です。散歩スタート、ウォーキング。はい、さすがにきついと思う、多分。花お願い。あ、来た。でかいっす。ワンチャン全かなと、全を期待して打ってみようと思います。